はい、青木です。今日は、リップル社の訴訟に関しての進展があったので、コインポストの記事を引用して読んでいきたいと思います。記事を読むと、リップル証券裁判でリップル社と訴訟対決をしている SEC が、リップル社に対して、クリストファー氏にリップル社の味方をするよう働きかけた疑いがあるとして、まあ、今回起こした裁判なんですが、でこの訴えが却下されたようです。その他にも SEC は今回の訴訟起訴日以降の関連書類についてリップル社に開示を要求していたが、この件も却下され、でリップル社がホームアドバイザーとやり取りした記録についても取得特権で守られる可能性が高く負担が大きいなどとして、開示要求が却下されたようです。ただ今回の裁判で裁判官は、追加の証言聴取を行うという SEC の申し立てを部分的に認め、これによって SEC は、同社元最高財務責任者のロン・ウィル氏などさらに5人のリップル関係者から供述を得ることができるようになったとのことです。リップル販売をめぐる裁判について事情に精通するジュレミー弁護士が見解を示し、双方の和解がない場合、訴訟が解決するのは早くても2022年初頭になるのではないかとの考えを示しました。記事を読む限りだと、リップル優先に進んでると思います。SEC もそろそろ無理試合してると、まあ思うようになってきたんじゃないかなと思います。今回の記事はポジティブなニュースですね。でリップル証券問題の他にも他の暗号通貨に対しても、SEC は証券問題を出してきているので、ここらで決めとく必要があると思います。それではチャート分析の方をしていきたいと思います。今日分析時刻が14時になります。分析していく通貨が最初に IOST、 その次にビットコイン、リップル、シンボル、柴犬、イーサリアム、最後にテンセットになります。 IOST 日足が、若干売り圧が強いですね。で、安値更新したので高値が 0.03055 になります。でこの枠内が今のレンジ相場になりますね。この高値 0.0305 を超えてくれば強い上昇なんですが、でトライアングル上抜けしても上髭出して弱いのであまりいい状況ではないですね。で昨日の安値が 0.028 で、今分析している時点での安値が 0.027 で割れてるので、で RSI が37、4時間足見ていくと出来高は入ってきて、でもう一度昨日の高値 0.03 を試してくると思いますね。でこのピンバー陽線のとこでかなり拮抗して、で次の足のピンバーで安値を大きく切り上げているので、若干買い圧の方が今の時点ではありますね。2時間足見ていくと、じわじわもう一度この高値試してくると思います。下落目線に切り替えはこの 0.27 割れるまでは考えなくていいですね。一旦は昨日の高値までの上昇目線です。次ビットコイン、ビットコインは死んでないですね。若干上髭が一昨日から出てはいるんですけど、実体線の方がでかいので買い圧が勝ってますね。で上昇トレンドも引けるようになったので、今日下落が強くなっても37,200 割れるまでは上昇継続目線になります。ビットコインは上げていくと思いますね。
で、昨日の終わり付近で下げ止まってからのじわじわ買い支えが来ているので、4時間足見ていくと、綺麗な上り調子ですね。プライスアクションだと昨日の日足安値割れたら下落目線になるんですけど、上昇トレンドが作られているので、ここを割れるまでは上昇目線になります。もう一回この上昇トレンドラインにタッチしていく流れが普通だと思いますね。出来高とその後の2本の足見ると弱いので、次リップル。リップルはちょうど今日暴落からの上昇トレンドラインに下ヒゲでタッチしましたね。ただ今日の足は弱いです。この上昇トレンドライン割れたら 0.8 までの下落は見といた方がいいですね。で、私も今ロング入っているので、リップルは上昇してほしいですね。感覚的にはこのトライアングル上抜けでロングが入ると考えた大口が、そこを狙って落としにかかってきたんだと思います。でもこの 0.8 はヒゲで一時的に割れても、実体線日足で割れ、日足では割れないと見てます。で、一度も実体線では割れてないので、でここはバブルの崩壊がない限りは割れないですね。今のところは6回ほど機能しているサポートラインになります。なのでロングしている人も 0.8 を日足実体線で割れない限りはそのままのポジションでいいと思います。リップルも上昇目線でいますね。上昇トレンドラインに乗っかりながら上げていくと見ています。 RSI が40、4時間足見ると結構長い下ヒゲでストッパーが働いてきているので、このまま上昇トレンドラインに乗っかりながら上げていくと見てます。で、この騙しになった長い上髭越してきたらショートが買いに回るので、一気に上昇加速していくと見ています。 0.93 ですね。次ジム。ジムはまだ弱いですね。この昨日の下髭出してきて上昇しようとしても、一昨日の実体線の終値すら届いてないので、で、そして今日が陰線で昨日からの下落が続いている状態で、このレンジ安値まで下がると思います。 0.175 ですね。下落トレンドのディセトラの上のラインが強烈に強いので、シンボルは煮詰まるまではあと1週間くらいはかかると思います。このディセトラを実体線日足で上抜けならそのまま買ってもいいと思います。下抜けなら 0.13 までの下落が強くなるので、そこまで待ってから買うのがいいと思いますね。まあ上下どっちに動くにしてもあと1週間くらいはかかると見ています。次柴犬。4時間足12日の足高値 0.657 をブレイクしてから突き抜けた柴犬。RSI が81、持ちこたえましたね。日足見ていくと長い上髭つけて、それに見合った出来高もあるので、ここらで上昇トレンドライン作って上げていくと思います。なので、まあ、一度下がりますね。上昇トレンドラインにタッチするので、で、実体線の半分が上髭なので、この上髭ラインの抵抗ラインは下落してからは一度も実体線で越せれてないので、ここはね、煮詰まらないとなかなかブレイクできないと思います。そこの 0.0550 とかで買って柴犬で利益出したい人は、一度次時間軸でレジスタンスラインにタッチした時に売り抜けてもいいと思います。
ここは2021年ビットコインが本格上昇してバブルが、もう一度復活してこない限りは越せないと思いますね。それか、強いファンダが出てこない限りは。次、イーサリアム。イーサリアムは安泰ですね。13日のピンバー上抜けてから上髭出しながら上昇してるんですが、出来高が減ってきて買い支えが薄くなってきてます。イーサリアムも、上昇トレンドラインにタッチしますね。流れとしては上昇トレンドラインにタッチしてそこから上げていくと思います。なのでイーサリアムは大丈夫ですね。このレジスタンスライン2888をブレイクしてくれば大きな上昇になると見てます。3500ドルあたりまでの上昇、上目線でいいです。4時間足見ていくと出来高も足にマッチした作りになってて、別に不確定要素もないので力を貯めてからの上昇になると思いますね。最後テンセット。テンセットは今分析している足だと日足ですね。レンジ安値割れました。なので今日下ヒゲで戻ってこれなければこの安値 0.0061 イーサまでの下落は見とくべきですね。この前の分析でも言ってる通りテンセットはまだ買う場面じゃないです。下落トレンドも効いててピンバー下抜けしたので個人的にはレンジ安値までの下落は見てます。で今は上昇のシグナルとか出てないので下落局面で出してるこのたくさんの陰線下髭ストッパーの機能がしてないですね。で RSI 見ると低いんですけどローソク足にそれに伴ったシグナルが出てないのでまだ下落目線になりますね。今回私がチャート分析した仮想通貨はすべてバイナンス取引所で取引することができます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はディープコイン取引所かバイビット取引所を使ってみてはどうでしょうか。ディープコイン取引所ではディープコインの取引を行うことができます。この2つの取引所は追い証がないのでトレード資金以上の損失を出すことはありません。なので素人の方にもおすすめできる取引所になっています。口座開設するだけで20ドルもらえるビットゲット取引所も追証がなく、もらった20ドルで体験で取引ができ、勝てば利益としてもらえます。オーバービット取引所では毎日ログインボーナスプレゼント付与で1000ポイント貯まればテザーかビットコインがもらえます。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。ツイッターの方でもリアルタイムでチャートのことを発信しているのでフォローお願いします。